おはようございます、ブレードランナーです。今日もハンターカブさんと林道を攻めに攻めてみようかなとどうそれダメ、もう、軽いのにしよう。軽いのに軽くね、行ってみようかなということで、出てきました。気温はね、さっきのところが何度って8度 ?9 度 9度だったのかということですが、まあね、あそこはちょっと寒いとこなんで、だいたい10度ぐらいでないかなと思います。ただし今から行くとこはもっとずっと下がると思いますけどね。まあこんなとこで楽しんでください。よろしくお願いします。雲もええし、このなんか景色綺麗な、うん、で向こうにはこうちょっと風車が見えたりして、秋にはもみじが綺麗な道やな。うん、綺麗とこやな、これ綺麗とこ。ここの桜の頃ってもうほんま桃源郷みたいなもんな、うん、ほんのすごい綺麗。ここも綺麗よ、これこの上。ああほんまやな、ね、ほらすごい綺麗。我が家もこうなってほしいんやけど、ならないのよね。よう冷えとるな。冷えてますね。ほなけん綺麗になるんじゃな、これ。そうやな、うん、自分とこの庭とやったら3度も4度も違えへんですか。さほら違うんだろうな、ね、これおいいわ、いい、これは本当にいい。ほらうまいな。登録お願いします。ここの空も綺麗ね。おこの辺すごい綺麗で、これ赤や黄色や、すごいな。もうちょっとしたら林道梅の季節に出ます。綺麗な、これ綺麗ね、すごいな、うん、この上のごっつい綺麗な、うん、あ、ここやな、うん、もうほなすぐそこまで来とったんじゃ。そうそう、綺麗な、ほんまに紅葉が、なんかこの前より綺麗ない？綺麗、なんかこの辺ピークかなっていう感じやったな。なあ、うん、やっぱりこの 2,3 日で、うん、冷え込んできたけんなあ、うん、はいはい。これがね、唐谷線でこの前行こうとして、まあちょっと次やいよったとこです。行きます。林道唐谷線起点。綺麗な谷じゃこれ、うん、ほら岩の上を水が流れと、うん、もう素敵だな、うん、この紅葉もこっつい綺麗な杉の木がほんでもしとうね、これ。うん、だいたいモミジって赤っちゅう感じやけど、ここの辺あたり黄色やな。ここまでこの前来ましたが、こっからはあれ、こっからってオフなんやな。オフやなこれ、もう一丁いかんでもこれで十分じゃないかなわかりません。あんまり通っとらんような感じの葉っぱがよく落ちそうな、うん、これすごいんちゃう。いえ、なんかスタンディングしてますよ、バイロキとお尻が。あれ終わったよ。あ、唐谷線終点。なるほどね、はい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 。休憩しますか、ここで。ちょっと一回休憩したいんじゃん、うん、
コーヒーでも飲んで、うん、今降りていって次の林道に行きます。これもっと若い時だったらほんまハマってガンガンオフしてしまうかもしれからんと思ったわ。だろうな、うん、そんな今はほらけど恐ろしいって気持ちの先立つもんな、うん、面白そうより、うん、よいしょ、まあ、先の右に行く道いたんやね。そうそう、これ、うん、折山線、林道折山線に行きます。おお、これはイカさんようにしてあるんだろうか。違うと思うな。よいしょ、天気気持ちいいな。うん、さっきまでの日の当たってない状態だったらちょっと寂しい気がする。うん、これか。あ、そう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 、そこをまっすぐ行くとね、うん、ちょっとやけどこっち行きましょうか。もうね、うん、だこれがね梅の木薬研線っていうやつ、うん、この道はなかなかあるんぞ、うん、こんな感じでずっと、はい、オフロード走るのが面白いと思う。これはほんまに空気が冷たくて気持ちいいな、うんうん、ここって CRF になんかちょうど良さそうな気せん。まあ、乗ったことないけんこのバイク知らん何そのちょっとこうちょっと突き放したような言い方ほらって乗ったことないもん CRF や。ほやけどよ、なんとなくこう良さそうな気せん。分からん、全然分からん。こういうねフラットな林道でかつちょっとこうあれあってもっとフラットのところの方が向いとんちゃうかな。もっとフラットってどんなとこよもうただにオフ中だけでもう荒れてないような林道、あ、そんなところが走りたいな。わしはもうスーパー林道閉鎖になるしな。あ、そうやな、長いな結構長いよ。うん、いやほなけ面白いこれ、うん、この辺がな、うん、一番あれとうとこ。面白い、ちょっと軽く後ろ 滑らしたりしながら走っちゃったり しちゃったりしてるのよねうわうわ、あ、妙な子入ってもだ。お、景色良くなってきたぞ。このオフってあんまりな景色のいいとこはないよな。うん、ここ分かれ道じゃん。うん、これ右行ったら単になちょっとした作業広場みたいなのがあるだけ、うん、できたんやなほらお前、いかな全部いかな。ああ、この前あたりがあれか、ここぐらいが一番こうちょっと止まって景色見るんならここかな。ちょっと止まるで。ここがまあ綺麗な、うん、だいぶ上がったやな。うん、前に見える林道はどこの林道だろう。あれちょっと場所的な感覚がはっきり分からんけど、うん、あ、いや普通イノシシが出ても良さそうなとこまで来たで。もうこんなとこはもうこの辺あたりのこいつらの住みかやな。うん、鳴らしとくわ荒れた海みたいにそこがね終点。おうおう、ちょっと止まるよ。ここ右に書いてあるだろこれ、梅の木薬研線の終点。
お腹ずら線に出ました。そしてもうこのまま下へ降りてお腹ずらに出て、まあ今日はそこまでで帰るというそういう予定になりました。これ前行ったお腹ずらから上がった時の道かな。そうそう、うん、だけどまあもうちょっとしたらお腹ずらのまあ民家というか、うん、そこへも行きますね。これ何、これ何、ここまででしょうけど行ってみます。これすごいな、坂がすごいな。よろしくお願いします。坂がこれ止まったら赤になっちゃうな。止まったらあかんとこで止まってもだわ。これって、あ、そうか、今の二足だったんか。綺麗なところじゃ。ほんま。あれ、ここで終わりかと思ったらまだ行く。うん、この間の行ってすぐ終わったとこで見た感じやね。これちょっとサボーダムを作るときにできた道やね。おお。うん。ちょっとこう、水が流れて綺麗ね。綺麗。うん。すっごい綺麗ところです、ここでちょっとコーヒー飲んだりして休憩しました。それでは今から帰ります。ここってすごい脅威ね。すごい脅威なんかあんまり歩いてこいって言ったらちょっと泣くぐらい脅威、脅威な。うん、この辺も綺麗ですね、もみじが今綺麗、うん、ほんまに綺麗な、太陽が当たったとこがすっごい綺麗な、うん、綺麗ですよ、ここ、これ、うん、ね、これは民家。いやわからん道通っとるね、ほらけど、ここはしょっちゅう作業場。勝浦郡絞りかす処理センター。絞りかすってことは柚子かなんかですか。ほら勝浦はな、うん、油耕なんやけどな。あ、そうか、油耕か。あ、これ絞りかすの用意しようわ。参拝になるんだろうな、適当に掘ったら、うん、で今のなんとなくちょっと肥料か飼料にしようみたいな感じだったな、うんうん、今お腹面をまあ降りていっていますが、おお、これも綺麗な。この道沿い綺麗よ、ずっと上。おお、ほんまやな。紅葉の有名なとこっちゅうわけではないけど綺麗な。うん、この辺も綺麗ところやな、これ。うん、こっついな、左側の上、うん、岩ね、岩、うん、前これ初めて V 上がってきた時ワイルドだなと思ったもんな、ここ。そう、ここな、ここな、うん、すっごいよなこれ。あ、ちょっとちょっと、あそこにものすごいでかい蜂の巣がある。へえ、こっついでかいよ。ちょっとでかいやいうレベルちゃうよあれ。お、ほんまやな、あれ蜂の巣か。蜂の巣やな、あれ蜂の巣だろう。あ、ついな、恐ろしいな、あんなとこにあったら。あれなんかでポトンやと落ちたりしたらどえらいことになるぞお前。すごいすごいあれはもうどうしても君に見てもらわねばと思って。あれ取れるのはカモシカだけやな。かもしかしかおらん。綺麗な、この辺りも、うん、県岳辺りも海も綺麗にちゃう今。そうやな、うん、今日のツーリングはこの辺で終わりたいと思います。大変、素晴らしいツーリングでした。またよろしくお願いします。それではさようなら。